本日は、リジットウォールについての調査となります。エレスタイナでリジットウォールという、設定が、キーワードがありますが、これは合体壁を定義するものですね。で、マニュアルの方にはこのようにあります。リジットウォールオプションは合体サーフェスとデフォーマブルボディの接点、スレーブ接点と呼ぶ。との間の接触を扱う簡単な方法を提供するということですね。で、これで、定義した壁ですね。これはもう合体と定義されて、で、それ以外のですね、変形する要素群が、これに相当するという定義となるわけです。で、一方ですね、任意のサーフェス形状及び運動におけるあ運動による一般的な合体処理についてはコンタクトエンティティ定義を参照と。コンタクトエンティティオプションでは合体サーフェスとデフォーマブルサーフェスとの間のみの接触を扱うということで、そういった方法もありますが、一方でリジットウォールというものがあるということですね。PAM の方のトラックの合体壁衝突のモデルについてちょっと見てみたいと思います。最初にですね、こちらが最初に来ますね。要素を定義しています。最初、接点を4つですね、定義して、4つずつですね、定義して、要素ですね、シェル要素を作っていますね。20万1と20万2ですかね。これは、4接点のシェル要素で作ってます。パートの方が2001と2002なので、ちょっと見てみますと、パートここに2001と2002ありますね。上か。これですか。ですね。シェルですね。両方ともシェルで。じゃあ、材料は何かっていうと、ID マットで、これですね、2001。で、マテリアルタイプが100ということになってます。100は何でしたっけ？合体だっけ？でしたっけね。で、2002の方も同じようにですね。マテリアルはどれだ？これか。タイプは100ですね。っていうふうに、これは普通にシェル要素を定義しています。そして、そのパートに対して、バリアとグランドというふうにグループ化していますね。名前を付けていると。で、こちらですね。これはインクルードされてるんですけれども、インクルードされて、そいつを、Rwall が参照してますね。で、Rwall は何かというと、Rwall は、ID 番号ありますよと。そして、ここですね、問題はね。GRP のと。これ何かと言いますと、こちらがパートセットですよね。パートのグループ。で、この中の接点を抜き出せってことじゃないですかね。多分。そしてエンドですね。で、次にエレメントの20万1、10、100、1000万、20万1ですよね。これは合体壁のシェルの部分ですね。ですから、これは言ってみれば Rwall っていうキーワードは、接触定義ってことですね。2つのセットをですね、ここで定義してますからね。で、接触定義をしていますということですね。で、各種パラメータがあるんですが、ちょっとこれはマニュアルを読んでからということになると思います。ですからまとめますと、こういうふうにコンタクトの、設定とか、一般的な接触設定と別にですね、こういった Rwall というですね、接触定義があるっていうことですね。で、その元になってるのが、そのグループで、その要素をグループ化したりとか、あるいはその要素番号そのものですね。こういったものを参照して、組み合わせて、これで Rwall という形にしているという、非常にシンプルな形になっているということがわかります。次に、
LS ダイナーの方を見ていきたいと思います。まずこちらですね。これもインクルードしてるんですけれども、それぞれ親子関係にあります。5体というのは、リジットウォールプラナーというのが、ありますと。で、これはマニュアルがあるので、こちらを見ていきたいと思うんですけど、リジットウォールというのがありますね。で、正確にはリジットウォールにはリジットウォールジオメトリックというのと、一つはジオメトリックプラナーというのがあるんですが、ここではジオメトリックプラナーというのを使っているので、こちらで、説明していきたいと思います。基本的には、リジットウォールプラナーというのはですね、ここに書いてある通り、簡単に合体壁を、設定するものですね。で、後ろに、リジットウォールプラナーの後ろに ID っていうふうにつきますと、1枚目のカードに ID 番号を入れることができます。これは、オプションですね。で、ID がない場合ですね、最初に、ノードセットの ID が来ます。で、ノードセットがこの合体壁に、ぶつかりますよっていうことですね。あとですね、そこは重要で、あとは、そこから除外する接点のセットとかですね、あるいはボックス ID というのはですね、ある領域の、ボックスの中に含まれるものをスレーブ接点としますとか、オフセット、それからバースというのは、その合体壁が開始したり終了したり、出たり消えたりすることができるということですね。そういうのがあります。そして、次のカードでですね、合体壁の形状を設定します。で、設定するんですが、基本的にはこれですね、無限の、大きさを持った合体壁になりますね。で、壁の支点の XYZ と、そこからの放線方向ですね、の点の座標値を入れることによって、無限の合体壁を設定することができますということで、こちらに戻って見てみますと、リジットルプラナーですね、この3つが、よっこらせ、XYZ がですね、000ですね、原点のところから、001ですから、Z 方向に向けて放線が出ている。つまり、その無限の平面の合体壁が定義されましたということになりますね。摩擦係数も入れられます。こちらに NSID ってありますけれども、このノードセット ID、こちらはここですね。ノード、セットノードアドというところで定義しています。で、これが、パートセット4イークル1で、この番号ですね。パートセットですかね。の含まれる接点集合が、このスレーブノードとなりますよということになっています。こいつがこのセットノードアドを参照しているという形ですね。これは非常にシンプルなもの。これは1、2、3、4枚存在します。同じ形式ですね。で、こちら、もう一つあって、こちらに、リジットウォールプラナー、ファイナイトフォースイス ID というのがありまして、これは ID というのは先ほど言いました、ID 番号を設定できるということですね。ここに ID とつけると。ファイナイトというのがありまして、その後にこちらはフォースというのがあって、こちらは何もないですね。で、これは何を意味するかと言いますと、まず、どっちから行こうかな。シンプルな方から下。ID 番号ありますよね。で、こちらは先ほどと同じで、ノードセットの番号です。除去するもの、それからボックスに含まれるものといった、オプション的なものがありまして、で、こちらは先ほどと同じ原点の座標と放線方向の座標、そして摩擦係数ですね。ここにファイナイトってあるのは、その名の通り、字の通りですね。有限の大きさを持つという意味になります。で、有限の大きさとは、っていうと、原点の位置からですね、L 方向のベクトル、方向の、ベクトルがこれですね。この3つかな。XYZ ってありますよね。これが、L 方向のを示すベクトルになります。そして L というのが、これの長さがこれですね。L レン、あ、違う、レン L。
レン L というのはこれですね、長さ。それからレン M。それに L に直角方向の長さがレン M になります。つまり、まあ、四角形ということで、何を言ってるかっていうとですね、ちょっと図があるので、それを見た方がわかりやすいと思います。よいしょ。これですね。五大壁を定義するんですが、基本的には放線方向の原点とその向きですね、ベクトル方向を示すことで、この無限の平面はまず定義できますと。で、次にですね、有限の大きさを示したい場合はですね、まず L 方向のベクトルを規定してあげて、で、L の長さとそれに直交する M の長さを指定してあげれば、この合体壁の大きさが決まりますので、まあ、それで定義するということですね。それがこちらのリジットウォールプラナーファイナイト ID というものになります。で、さらにですね、もうちょっとくっついたフォーシスっていうのがくっついたやつがあるんですけども、こちらはですね、さらにカードが増えまして、これかな？この行のカードが増えてますね。これは何かっていうと、これですね。キーワードの後ろに Forces を指定した場合に必要ということで、こちらのカードが追加されます。これ何をするかっていうと、まあ力を取得するっていうことなんですけれども、このオプションを使用することによる面上での力の分布を測定できると。また、4つの点を定義して合体壁を可視化することもできる LS プリポストで表示する場合、この4つの点をコネクティビティとして使用するシェル要素、またはメンブレン要素を定義する必要があるということで、要するにこの合体壁をですね、複数のシェル要素の集合で表現することによって、まずその可視化、シェル要素を可視化することができる。そして分布荷重ですね、要するにその要素に分割して各点の反力というものを出力することができるっていうことです。まあ、合体壁だと力がですね、1点でしか出力できないんですが、まあ、分布荷重として有限要素の各点から、反力を出力することができるわけですね。で、何を示せばいいんだっけな。で、まあ、ソートってのはオプションで力のスパイクを減少させるために相対する、まあ、なんかこう鼻薬的なものですね。で、力を出力するための領域を定義するためのセグメントセットですから、まあ、ここでですね、なんか、要素に分割したセグメントのセットをですね、の番号を定義するっていうことです。で、可視化用のオプションの接点っていうのは、まあ、その四隅になるのかな。四隅の接点。つまり、このセグメントの、まあ、領域を囲むような角の点を設定してあげればですね、これが可視化できるということですね。こちらですね。それが、こいつ。まあ、N1 しか設定してないですね。で、セグメントの ID が、セグメントセットの ID が1001ですよね。この1001ってのはここに来ます。セットセグメント1001。そしてその要素が、これになり、要素というか、4点のこれ要素として定義する必要があるかな？セットセグメントになってるんだけども、特に要素としてはこれがありますね。エレメントシェルがあって、1007、1008、1002とか、1007、1008、あ、これですね。だから要素としては定義してるんですね。エレメントシェルで、まあ、定義して、まあ、もちろん設定も定義して、で、この点の、4つの点の、組み合わせをセグメントとして、セットセグメントとしてグループ化しているということですね。これはセグメントとしてないとダメなのかな？セットセグメント ID ですから、要素のグループじゃダメで、セットセグメントでないといかんのですね。力を出力する領域を定義するためのセグメントセット識別番号ですもんね。セグメントセットを使用して合力を計算する領域を定義する。これらのセグメントは移動する合体壁と一緒に移動し、力の分布を計算することができる。計算された合力は RW Force ファイルに出力されるということで、まあ、力が、各点の力が出力できるということのようです。まあ、このようにですね、少し
違いがありますが、基本的にはですね、ちょっと比較してみますと、LS ダイナの方は、合体壁というのは、なんか数字でもう形を定義してしまうっていうイメージですね。片やですね、バムクラッシュの方は、シェル要素で定義したものを合体として、扱うっていう、ことですね。そういった扱いに、違いがあります。そして R-Wall というのは、その組み合わせ、コンタクトとかと同じような扱いで、2つのグループを定義して、マスターとスレーブとして、接触の組み合わせを作る。これが R-Wall。いや、片やリジットウォールですね。LS ダイナのリジットウォールというのは、もうこのリジットウォールの中で、その壁の部分は作ってしまう。そして、それに接触する、接点集合というのは、ノード、セット ID、接点グループで、定義するというところが、違いがあります。という違いがあるということがわかりました。もっと詳しくいろいろ細かいところもあるわけですけども、今日は大きな違いというところがつかめたので、これで終わりとしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。